溝内の前で拳を合わせます。肩に力が入ると肘が上がってしまいます。肩の力を抜きリラックスすると肘が下がります。真横の相手を上から打ち下ろすように打ちます。手だけで打つのではなく腰の回転を使い打ちます。肘で小さな円を描き拳で大きく円を描くようにして相手の顔面を上から打ち下ろします。後ろを打たずに真横を打ちます。はい、左右顔面打ち、おっす。